心経の262文字には奥深い知恵が込められているといいます。日本人なら誰でもこの名前は知っているでしょうね。そういう大変国民的に広く広まっているお経ですね。ではそのまずは冒頭部分から見ていきたいと思います。はい、最初の部分だけちょっと読んでみましょうか。はい、お願いします。漢字財宝札行人般若波羅蜜多時正見豪運開空道一切空役と。はい、それでは第3回目のですね、写経における美しい書き方の勉強しましょう。まずですね、ペン字を立てて本日を学びます漢字財宝札をですね、調べてみましょう。もうペン字上達と打ってみましょうか。これでペン上達で打ってちょっと検査してみますね。そうしますとですね、ここにですね、スラッシュペン字-学習 .com とありますね。ここをクリックします。そうしますとこのようなホームページが表示されまして、で皆さんはですね、初めての方はこの月額有料会員登録を行って、そしてここのですね、月額有料会員を選択と、これを押します。そうしますと、ここに名前、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスを打って、パスワードを打ってくださいと出ますので、これを打ちますと、ログインができるようになっておりまして、私はもうすでにログインしておりますので、ログインできましたら、このマイページを押します。そうしますと、こちらにマイページのですね、学習ページだとか、動画解説とありますけど、今回はこの学習ページ。そしてここにですね、本日勉強をします。漢字財宝札。これを入力しますね。そしてこうスクロールしますと、ここを入力すると同時にですね、このように漢字財宝札とこう表示されました。何度も説明しますけど、ここを押しますと、筆字のお手本ができますし、で、こちらのペン解消体お手本を選択しますと、このようになりますね。そして、ここにちょっと名前が邪魔ですから、この名前はですね、ログインした人の名前がこう表示されるようになってるんですけども、氏名をオフにしますね。これ今オンになってますからオフにします。そうしますと名前が出ました。今漢字財宝札、これをですね、スマホなどでこれをご覧になりながら勉強されてもいいですし、あるいはプリンターをお持ちの方はですね、プリンターで出力してこの練習フォーマットごと印刷されますので、練習することは可能です。なぞり書きが必要であればですね、なぞり書きオンを押しますと、このようにですね、薄くなぞり書きができるお手本もできます。そしてここになぞって勉強して、次は自力でこう書いて勉強する、このようにして字の形を捉える練習ができるようになっております。では早速ですね、漢という字から説明していきたいと思います。はい、中本白秋です。それではですね、最初に漢人材の漢という字ですね。では漢という字を書いてみますね。この部分長く取ってますね。そしてこの見るがですね、ちょっとこの見るの部分が、ちょうど文字の、こういうふうに文字を見たときにですね、だいたい中心ぐらい取ってるんですね。よく漢をこのように書きますと、なかなかまとまらないですね。ですから今までのですね、先入観をもう無にしてですね、よくこういうにして、こういうふうに漢を書きますと、こちらの作りが収まらないですね。こう書いてしまいますと、見るっていう字はですね、こうせざるを得ないですね。そうするとなんか、この文が重たるい感じがしますね。ですから、漢という字は、こうして、こうして、これ思い切り長くと。で、ちょうどこの縦角は、左の縦角の半分ぐらいのところを置いて、そしてこう、こんなに、ここがですね、50%ぐらいでいいと思うんですね。そして、ここに見るでしょ。こう書いたときに、この、フルトリの部分の1、2、3本目の延長上ぐらいからこう書いて、見るはこことか突き抜けといていいんですね。で、こっちはちゃんとくっつけて、この下に回して、こちらちょっと開けて、ここに書きましょう。これが漢という字の美しい書き方です。また、ペン字上達の方のお手本もよく観察してみてください。次行きます。
次は、じってですね。こうして。この縦角、この縦角の起筆の部分の上からこう確認しましょう。こういうふうに。で、閉じるときはこの縦角をちょっと出して、ちゃんとこう閉じる。これをですね、悪い例はですね、こうしてこう縦角を書いて、この辺からこう書きますと、このように書いたり、下をこうきれいにこう閉じたり、心も良くないですね。あと、三角目はこれだけこう下がってますから、中の空間がこう圧迫されます。ここの部分よりですね、上から書くとこう中にゆったりした間を確保できますので、じって字は、このように書かないで、もう一度書いてますけど、こうして、こう来たら、二画目のキーする上あたりから、上に来るように。これ書きましょう。これが字の美しい書き方ですね。はい、次、在っていいですね。へっち。在って字は、この縦角よりも、この右側の土がですね、下がらないことです。ちょっと上目で終わらしましょう。ここをしっかり開けておくことですね。これをですね、ここまでちゃんとかけてもですね、こうにして、こう、こう揃えるのを書いてしまいますと、この土が少し下がって見えますね。ですからあんまり良くありません。この辺も注意しましょう。そして、ここにゆったりとした懐、ゆったりとした間を取るようにしましょう。次は、ぼっていうんですね。こうして。これに書きましょう。少し気持ちとしては、一画目をこう沿って、次は少しこういう気持ちが入ってもいいですね。そして、こうして、三歩の横線のですね、行方を変化する。もう一度書いてますと、ちょっとこういうふうな日なり方して。次はどちらかと、こういう気持ちですね。そして次は、こういうふうな感じで書いてもいいですね。もちろん、写経ですからですね、全部同じリズムで、確実的にこう書いても構わないですね。写経は同じリズムで、同じリズムで。同じリズムで、よく書く。いつも、均一の右側のリズムで。で、こう書いたときに、こういうところの空間の間をですね、均一にするように気をつけましょう。次、札っていう字ですね。はい、草かむりですね。こう草かむりを書いて。そして小里編ですから、小里編は、かかたを注意していただいて、こうして、下の方を少し引っ込めるように書いて。こう書いて。で、こちらにできるだけ空間の間を均一にするように。ここに書きましょう。この生まれるという字の縦角の上、ください。少しこう右へずれてますね。この垂れの部分に対して、こちらへ間を取るために生まれるを少し右、こちらへこう少しずらして書いてます。これをですね、このように書くと、なかなかバランスを取るのが難しいですね。もちろんこっちはこう書いていただいて。こう書いたときにですね、この中心に、この中心に生まれるを書こうとしますと、こう中心に書こうとしますと、この部分が狭くなりますね。窮屈になりますので、ここをゆったりとるように。垂れが入ると、垂れの左側、右側空いてますので、この垂れの形の場合は、この生まれるを、中のパーツをですね、少し右に書くようにしましょう。もう一度書いてますね。こうして。こうして。これも、右側にパーツが来るから、下をこう、あんまりはみ出さないように、少し引っ込めるように書きますね。そして、こう。こんなイメージで書きましょう。そして書き終えたときにここは少し右上のリズムを維持する。以上、今回はですね、肝腎在望薩までの5文字の美しい書き方について解説をいたしました。これで進め終わります。